やったー、ギョギョです。ということでね、今回も、わらしべ極み道二日目ということでやっていこうと思うんですけどね。まあそうですね、動画撮ってる時以外も一応わらしべ極み道やっていて、で、普通にマルチしながら負けた敵使って、まあたまにイレギュラーな時もあるんですけど、まあそれは別の客って感じかな。でやってるんですけども、でね、今手にしてるデッキが、こちらのアチェクルーグということでね、アチェクルーグにまた戻ってきてますねという感じで、こちら使って今日はトラゲ開始していこうと思います。現在トロフィー2224の72。あらあら。ということでやっていこうと思います。いきます。一戦目。はい、はい、はい。さあ、来ました。日本人の方かな。よろしく。あ、これあれじゃない？ヨダッチョさんじゃなかったっけ？違うか。ちょっとね、いろんな名前があって覚えきれません。さあ、ボブスパの方ですね、多分。これは、こっちにするか。よいしょ。2回受けてあげて、まあ、セパでもいい、正直。なんすけど、クエイクでもいい。で、相手ライトニング入ってるんで、そこ注意ですね。さあ、ここはスパーキーから入ってくると。じゃあ、まあ、ロイフグ出して良さそうではある。で、これ、ハンターを抑えてくるじゃないですか。で、まあ、ゴブジェつけることはできると思うんですよ。ただ、ライトニングを打つことができないと思うんで、まあ、そこをちゃんと。じゃあ、デリバリー敷いて。うわ、うまい。オッケーオッケー、さ、なんとかしないでいった。てか、あれだね。タルババ、うまいタイミングに転がして、一発で溶かしてみたいな感じか。うまいな、今の。さあ、ここ一旦着衣出して、まあ、ライトニング打たれるでしょう。ただ、まずデリバリーでタゲ取って、ライトニングはまだ。この後からですね。大砲と着衣が一気に巻き込まれるのが、俺の中での最悪のパターンだったんで。まあ今こんな感じで楽しく話してるっすけど、ちょっとね。いや、仕事で今日ミスが少し多くて、すごいね、何やってんだろう俺っていう。すごいショックを受けてるっていうか、もうなんか、なんつうんだろう。慣れてるって言ったらあれだけど、まあ、自分に慣れてるだな、それで言うと。情けない、自分が。俺は貴族に生まれて恥ずかしい。本当になんかうじうじしちゃってね。本当にうじ虫以下です、今。わー、タイミングいい。しかもうじ虫は別に、うじ虫でうじうじしてるからいいんすよ。だけど俺は人間でうじうじしてるから、それはもううじ虫以下だよねっていう。さあ、ここはもう、タゲ取りながら行きますよ。さあ、こんな時も強いデリバリー。いや、強いデリバリー。マジか、こいつ。さあ、スパーキー出てくるかな？出てきますよね。さあ、逆サイ逃げてあげて、やっぱ力をこうやって逃がしてあげることも大事です、たまには。さあ、これはウッドで削りつつ、いや、突進入れよ、これ。いや、うまい。あ、オッケー。耐えてる、耐えてる。おいしょ。いや、ちょっと怖い。いや、大丈夫だね、さすがに。あぶねえ。危なし、危なし。さあさあさあ、着衣から出していって、いや怖いですね。これはロイグ飛ばせない。ここはおとなしくして、うわ、うまい。それよし、ただロイフグ入ってる。いやー、これマジで慎重になれ。一発ミスったら終わる。そのレベルです。そのレベルの試合をしてる。これライトニング打たれてもいいようにして、一旦こうする。やばいな、これ
いや、ここチャンス。ここだいぶチャンス。いや、でもこれさ、ライト、うわー、結構いかれてんな。いや、でもこれある。あ、すいません。ちょっと、いや、ワンチャンあるか、これ。いや、ワンチャンあるか、これ。やなめ？いや、ある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 。なんか、なんかある。なんで？いや、回ってなかった。うわ、惜しいってか、84。バッシーじゃん。うわー、これさー。途中、ゴブジャイタワーに投げてたよね。まあ、そこ、もうちょい高めたい方だったかな。いや、すごい、ずっと良かったんですけどね。なかなかやっぱライトニングずっとにぎにぎされてると、大砲くタイミングが難しくて、最後の最後でちょっとそのね、時計の針がずれてしまったっていう感じで、負けてしまいましたね。ちょっとこれ使って、ゴブスパあんま使わないけど、ちょっとこの機会にね、練習、鍛錬を重ねよう。いきます、2戦目。さあ、来ました。うわ、懐かしい。よろしく。この人ね、スパーキー俺だわ。ラバー使いの方ですごい昔からいるプレイヤーの人なんですよね。まあ本物かはちょっとわかんないんですけど、もうラバルで世界一と言ったら、まあその今で言うと多分違うんだろうけど、昔で言ったらもう絶対にこの人の名前が出てくるっていう、そんぐらいのプレイヤーですね。で、そう。ラバーガゴムレか。クララワで言うとさ、まあ、仕事の話なんだけど、仕事に置き換えると、まあその、そこそこ優秀ではあったわけじゃないですか。クララワが仕事だとしたらね。まあ仕事でしょう。仕事完全仕事って生きるのはあれだけど。普通に楽しくやってたしね。そうそうそう。だけどさ、やっぱ、社会人になるとね、自分のポンコツ具合がね、やっぱ出てくるわけじゃないですか。ああ、それで後ろ戻ってくるの最高ですね。だから、はあ、つって。なんで俺ってこんなにダメ人間なんだろうな、ってことを今日はずっと考えてます。ただ、勝てばいい。とりあえず。相手のデッキは奇妙なんですけど、相性良さそうだね。もうハンターとフェニックスに弱そうなんで、しかもまあゴブジェイに対してめっちゃ有効なカードがあるとも言わないし、ヤナアメがめっちゃ刺さる。だからこれ受けから入りたいよな。まあハンター出して、でゴブジェイでハンター守って、やって感じにしようかな。よいしょ。さあ来ました。ここはフェニックスで固めて、さあライトニングでしっかり守っていきます。でここダクプリ受けもちょっとだるいと思うんで、ここをさらにプッシュしていきますね。うわ、ちょっと待って、ヤナメタップできてなかった。うおー、おいしい。これはたまたま正直たまたま。いや、これってかスパーキー出さないでいいな、絶対。さあこんな感じのことをして、もうダックリもきついでしょ。いや全部きついよねこれマジで。でもギャングしか陸受けない。もうこんなんやなめ、いやちょっと待って、やなめやりすぎたかもしんない。ちゃん、でもハンターが暴れてるわ。いや一旦守りからやろう。いやフェニックスもいいね。一旦守りから入る。オッケーオッケーオッケー。守ろう守ろう。守るんだけど、蓋をしっかりしてあげるのが大事ですね。蓋してあげて。こっちはこれで守る。ちょっと入るんですけど、まあまあまあ。必要な犠牲です。勝つためには。リスク背負って勝たないといけないと思うんですよね。さあ、ここはラバ待ち。ラバが来ない。ラバに。お、さあ、ここはライトニングでしっかり守ってあげて、ハンターで、いや、ギャングオッケー。これさ、ゴブジェイ出してヤナメとは勝ちじゃね？さては。
あ、この後スケブ？いやー、いいね。ただ、ダメージ入って、これライトニング圏内だ。よし、完璧。オッケーオッケーオッケー。これいいなー。このデッキ、まあ、てか、まあ、たまたまだけど、範囲攻撃とかがあってね。このラバガゴに強かったね。ハンターとフェニックスね。フェニックスのも爆あるからそういうガゴ系に強いし、全部のカードが強かった、本体点的に。さあ、どんどん行きましょう。さあ、来ました。よろしく。まあ、みんなはね、失敗とかさ、自分が、ああ、ダメだな、これ、みたいな。またやっちまったな、ってなった時に、どんなことを考えてんだろう。ああ、これクロスだな。それは知りたいかも。違うか、アイスピなら。なんか遅延クロスのイメージだったから、アイスピ入ってないはずだけど、まあ、クロスなのかな、別の。うわー、なんか嫌だね。次頑張ろうって思う人もいると思うんだけどさ。うお、やっぱ失敗って、1回で終わるわけじゃなくてさ、2回、3回と、波が来るわけじゃないですか。いや、これさ、やばいでしょ。やってることがやばすぎる。でもめっちゃいいスパーキーじゃない、これ。これさ、いや、ロケットなのかな。怖い。このゴブジェイはつけれないわ、とりあえず。いや、まあ、どうさい、どうタイミングで攻めよう。普通にだるいでしょ、これ。どうなの。一発ぶち込んでからのこのダクプリ止まんないね。エリクサーがない。あ、あった。やばい。止まった。いや、でも結構入った。ゴブジェイの方が入んのか、これ。さあ、ホグ来ますよ。まあ最小限。いや、こっからどう削るかだよね。で、相手まだクエイクってきてないってことは、さすがにロケット、サスロケットだと思うんで、もう後ろからスパーキー展開できない。もうゴブジェライトニングで削るしかないな。そのつもりでここまで来た。これさ、どうなの？ちょっと入ってるわ、なんか。気づかぬうちに。さあ、ここは、スパーキー。警戒のスパーキー。うお、ライトニングか、なるほどね。ああ、じゃあ、後ろからスパーキー出せるわ、全然。うわ、2発いって。痛すぎ。いや、痛いな。マジで痛い。いや、これ俺が先に決める。来た来た来た。やべえ危ない危ないね、危ないね。よし、勝ちました。いや、これ勝ったのでかいな。まあそんな相性悪いわけではなさそうだけど、ライトニングなら。いや、序盤のダメージが刺さりましたね。あのスパーキーが良かったわ。まあ縦線結構やりすぎだよね。オッケーオッケーオッケー。さあ、ラスト1戦いきましょう。いきます。スパーキーで3連勝決めるわ。小指でトン。さあ、来ました。よろしく。そうで、ね、ミスをして前を向く人とかもいると思うんだけど、俺は今そのフェーズに入ってない。なんかやっぱ別に最初にまあなんかミスなんて仕事始まってからさ、正直何回もあってさ、そう、その度にあーとはなっちゃってるからさ、こんなこと繰り返しててね。いつ？ちゃんとしてなくはないんだけど、なんて言うんだろうな。普通に仕事できない自分にストレスが溜まってくよね。これ痛いな。いや、強っ。ちょっと待って待って待って。それ強すぎ。
あー、まあ、やなめだったかな。これよくないな。オッケーオッケー、それならいいや。いや、これきついぞ。文句やばいな。オッケーオッケー。まあこれはしょうがない。フェニックスを変な受け方した俺が悪い。で、こっからなんすよ。いや、文句あるから無理って思うじゃん。いや、無理じゃん。ちょっと待って、ザッピー入ってんのやばいな。ザッピーじゃなかった。うわ、ザッピーじゃなかった。これ絶対勝ってたじゃん。ああ、ザッピーいたら勝ったのにな。いや、これ、刺さる未来が見えない。まあでも、ケツゴブジャイではある。うわぁ。いや、ここ勝負に出るときか。いや、勝負のときだな、これ。逆サイは。しかとこくわ。何やってんだ俺は。僕はなんだ。いや、このスパーキーは悪くないと思うけど、フェニックスがやばいな。いや、やばいわ、それ。ちょっと待って待って待って。嘘みたい、嘘みたい、嘘みたい。きついきついきつい。めっちゃきつい、めっちゃきつい。正直めっちゃきついです。本当に勘弁してほしい。うおれー！うわ、一発も入んないの？そういうことするか。最近はそういうことするんだ。いや、これさ、タイミングミスってくれたりしないかな。いや、ミスれ。あ、やばい。ザッピに当たれ。おおおおやっぱつつ打たないんだ。日本語喋れてない、さっきから。もう一発。いや、耐えてはいる。耐えてだけいる。いや、判断も遅いし、何なんだ俺は。何なんだ。ちょっと文句文句、どうやって勝つの。いや、ちょっと考えよう。この負ける時間があんなら俺考えるわ。こうやって考える人っていうのが生まれたんだろうな。うわ、文句にどうやってスパーキーで勝てばいいんだ。でも逆サイスパーキーはちょっと見えたわ。見えたけど、いや、結局な。いや、文句が守っちゃってる俺が悪いわ。もうあれ完全に無視でフル固めで組んだとしてよ。して、通らない気がする。ババアエルスピン、トリトン、トリトンフェニックスで一生守れるしな。いや、ザッピーやばいね。これハンターとかだったらライトニング、ゴブジェライトニングとかでブイブイブイ言わせてたかもしんないけど、まあまあまあ。こういうのに勝てないと意味ないと。いうことで、まあ、また引き続きちょっと頑張っていこうと思います。まあ、今日はゴブジェスパーキーなかなか強かったんじゃないですかね、というところで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんなは失敗してもくじけんなよ。立ち直ります。